平成27年度茨城県知事との懇談会を開会いたします。共通の目的および認識を持って未来に誇れる安心安全な茨城の実現を目指していきたいと考えております。自治会町内会につきましてはそれぞれの地域活動の基本となる組織でございまして、住民の皆様が安心安全な生活を営む上でなくてはならないものでございます。これからの大きな目玉といいまして我々の力を入れていきたいなと思っている点がいくつかあるわけでございます。一つは、日本をリードするような最先端の科学技術の研究ものを作っていきたい。そして、今農業は日本の2番目でありますけれども実質的には日本一の農業だと思っておりますので、この農業というものをしっかり儲かる体制を作って茨城が日本の農業をリードしていけるような県にしていきたいと思っておりますし、それからそういったことに加えてですね、観光とかその辺で少し頑張っていかないといけないなと思っております。復興するのには時間がかかる、で夢も希望もないんだ、少しでもいいから国債みたいな形で10年経ったらお金に変わるそういうようなものがいいよなっていう話をしていました。地元の体制というものはやはり今何とかしてほしいという話でありますので、どうしてもそちらに重点を置かざるを得ないかなと考えておりますのでよろしくお伝えください。茨城県住宅管理センターの、入居の時に通訳を連れてきて、そしていろいろな条件を話す。でも、はい、それで OK ならば入ってくるのは私どもです。自治会のその決まり事も守ってもらえない。それが日々私がやっていての悩みでございます。まあ、我々としては拒否するというのは極めて難しいと思っております。日本ができなくても受け入れられるような社会を作らないと、日本はこれから大変だよという状況になっております。NPO や社会主義会、いろんな組織で、国土交通省の方から運行、タクシーとほぼ同様のような認可されておりますけども、かなり各市町村とも運行範囲がかなり限定されておりまして、その辺を各市町村公共交通会議と知事の他のいろいろご指導をいただいて、よりやりやすい方向に持っていっていただきたいなというふうにお願いしたいと思います。もうお金の問題言ってるところじゃなくなってきてると、お金がかかってもなんとかしないといけないという状況になってきてますので、そういう点では市町村とも協議しながらですねやっていきたいなと思っています。